どうも、まさるこです。では、ラスト第3期。一応リセットまたされたので第3期。で、今回はもう、花から、この雪国にね、拠点を作ろうという具合でございます。ただ、食料枯渇問題が今やばい。もうお腹減りすぎて、だし、木を取ってこないとまずい。木を取ってきたり、石を取ってきたり、いろいろしないとまずい。そしてここら辺には白熊が横行してる。白熊横行。横行時代。白熊横行時代。なので、とっても怖いんですけど、もうやられてますよ、もちろん。もちろんのこと、やられてるんですけど。まあね、まずは初手。木を切って石を集めてですよね、初手ね。なんとか家を建てた。ただ、落ちそう。後ろに落ちそう。ただ、熊五郎の音に注意。熊五郎の音に。やっぱ、熊怖いわ。熊は本当に怖い。あ。熊が怖いんです。寒さと戦う。寒さとの戦いをどうするか。だから部屋に石暖炉を早速置きました。そしてね、ちょっとね、建築ミス拠点建築ミスをしましたね。ちょっと、まあ、どういうミスかって、ちょっと広げたいのにもう一枠周りに広げたかったんだけど、その広げられるスペースが平らなところに建てたつもりなんだけど、広げられない。あ、大丈夫？ちょっとした音に反応していくよ。反応していきますよ、怖いから。これ昨日の夜かな？昨日の前日の夜に、もう一日、もうそろ一日経つ。ので、もう拠点がでっかい拠点の人も結構おるのですよね。なので、わかんない。ここが別荘になる可能性もある。また潰されてしまう可能性の方が高いからね。もう前回、シーズン2は、シーズン2とするけど、前回を。シーズン2は、3回 ?3、4回別荘も潰されることを入れたら3回 ?4 回ぐらい。お家を奪われてるからね。今回もまあそこはめげないでいこうとは思いますけどね。なんとか。あと、なんかワークベンチも早く作りたいけど、ここら辺はちょっと、何？なんか来たんじゃない？何？ビビりすぎ？パトロールヘリも怖いんですよね、何気に。ビビりすぎたか？これ途中。木を切りたいんだ。私は木を切りたいんだけなんだ。許してほしい。あのヘリこっち来る？あれ？ポッテンがなくなった。こなそう。音が遠ざかった。あ、びっくりした。熊五郎かと思ったら木のあれだった。若干ここは雪国だけど、あ、そうだ、食料枯渇問題をどう解決するかだな。一回さ、熊五郎にやられそうになってさ、矢を打ったからさ、危険マークじゃなくてさ、あ、喋れてない。右上に赤いさ、丸ができるやつ。あれが出ちゃったのよ。ここ狩りしちゃいけない場所なんかな。しちゃいけない場所だったりする。ここそれか仕様が変わって狩り全面的に禁止、動物愛護団体からのクレームによりもしかして
動物愛護団体がからクレームが入ったんだったら、それ言うこと聞かないとね、言えないけども、こっちも生きてるから、生き延びないといけないから、そこどうするかですよね、もはや。大丈夫かな、食料、そろそろ食料のこと考えないと、まずいか、狩りに出るか。狩りに出た方がいい。ワークベンチ3まで行けるかな、今回。怖いな。これ木さ、いくら取ってもやっぱね、足りなくなるんですよね、木がね。で、石暖炉を置いたことにより、余計、やっぱ木が足りない。どんどん木を、木こりをしていかないと。凝っていかないと木をね。ごめんなさい、目回っちゃおうかな。大丈夫かな。ちょっとだから一旦ちょっと都会に、雪国を離れて、ちょっと都会というか、下山して、食料、やばいな、食料、1にちょっとキノコが4つぐらいあった気がするんだけど、キノコが4つのみだともう全然力がつかん。お肉が欲しいね、お肉が。ちょっと一旦帰るか。まあ、この、雪国だから、多分だけど鉱石はいっぱいありそうな予感はしてるんだけど、あ、向こうとかもね、見えるよね。鉱石はあるって、ちょっと寒いな。マイナス6。一応ズボンは履いてるけど、上着てないんだな。まだ上を作れるあれがなくて、寒すぎる。ここもうよ、絶対夜出ちゃダメ。もう夜は、もう極寒すぎて、夜極寒すぎてさ、とりあえず一旦、木を入れてモス、こっちも木入れてモスか、こっちも木入れてモしとこ、モしといて、ちょっとでも暖かさを保っといて、モしといて、で、木入れさんを作った方がいいね。まだ鉄が足りないか、木を作るには。ちょっと食べないとな、さすがに。ピクルス終えってなっちゃうから、ちょっとこれ見てください。これとこれはもうあるんです。なぜかって、途中物資箱を拾ったんですよ。こういうのとか物資箱を拾ったことによりこれをゲットできた。水飲もう。とりあえず水だけ飲んどいて、これをどこに置くかだな。もうやばい、食料尽きたよ。もうすでに食料が尽きた。あ、間違えた。え？間違えてない。とりあえず一旦ここ入れといて。こっち入れといて。木も入れ。風化はまだ大丈夫そう？金属は入ってないか？あれ、金属、あ、入ってるか。どうしよう、ちょっとどうしよう。とりあえず、石か。石と、鉄の。って待って。食料な。食料どうするかな。とりあえずもうちょっと木と石を集めつつ、食料を調達しに行きたい。食料、熊が、ここら辺、豚ちゃんとかそういうのいないから、あんまり硫黄は今いらないけど、あるんだったらほっとかないと、ここに湧かないか。あれが。どこだ？白飛びしすぎて、光ってるところ、ここか。木は一旦いいから、ちょっと。でも、今、硫黄はそんなに必要ない。あれが欲しい。ワークベンチを早く作んないと。ワークベンチとか、リペアベンチとか、ベンチとか。ベンチとか、あれ？石が持ってるない。石が持ってるない？これ兵士いるなよ。いないね。
道路はあるけど、だから向こうにいっぱい鉄ありそう。よしよし、鉄ありそう。兵士がいないでほしいのと、熊五郎がうろうろしてんだ、ここらへん。熊五郎うろうろ問題がある。あと食料ね。食料ない問題。食料と、あそこなんだっけ、目の前の、あ、ガソスタがあるから、ガソスタでちょっとっていうところはあるか。ガソスタ一回寄ってみるか。いや、その前にちょっと鉱石、鉱石、この見えてる鉱石を拾わないと。すごいすごい、鉄はいっぱい。で、鉱石いっぱい。ただ、熊五郎に注意。熊五郎に注意しながら鉄を掘って。あ、なんか変な音する。何この音。なんか変な音しない？なんか変な音する。なんかカリ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 。変な音する。何このカリカリ音。クリスタが治った。なんだ今のカリカリ音は。これまずい。死んじゃうこれ。もう死ぬとしても一旦鉱石掘って、お家でお腹減りすぎて死んじゃうかもしんないけど。あとお家に今回製油所も建てよう。そのためにはとにかく鉄。鉄と低質燃料も必要か。よし。鉄鉄。やっぱ雪山は鉱石がいっぱい。ただ、食料と暖を取る術を。服も早く作りたいな。布も全然ないから今。ここら辺鉱石だらけ。鉱石だらけ。鉱石いっぱい、夢いっぱい。それはいいんだよな。でも食料がな。ちょっとガソスタに食料あるでしょ、ちょっとは。ガソスタに食料あるのか。まあ、ここら辺すごいな、いっぱい。ちょっと鉱石だけ一旦。ほんで帰り道にあそこで。何かあるかどうか。あれ、石段路2個作ってる気がする。あれ違うか、今拾ったのか。作っちゃったよ。この雪国、雪国でもね、お隣さんっぽい、ちょっと近くにね、もうね、誰か住んでるんですよ。そこが怖い。やっぱ猛者だろうな。もう、マザルコもシーズン3ぐらいになれば猛者と言っていいか。ダメか。すいませんでした。ダメだよね。石も一旦、まだ必要じゃない？一旦ね、一旦ガソスタにて、今わかんない。誰かいるかもしんない。いたら、いても何もしないで。ちょっと食料だけください。食料。え、食料、ここにはない。あ、ピクルス。これ誰かもう来たな。誰かこれ来た後じゃない。あ、食料。ピクルスしかない。ピクルスは大間さんの餌にはいいけど。ちょっと待って、怖い。誰かもう来た後だよね、これきっと。多分、そんなことはないのか。トイレになんかあってもよくない？食料ないんだけど、思ってたんと違う。食料、ここにカードもないってことは、やっぱ誰か来たの？来てる？来てるこれ。誰か来てるこれ。ここになんかあるときあるよね。あー、誰か来た後だこれ。あ、これ来た後。食料がないよ。
マイチングです。ピクルスって食べたらお腹壊す？時々腹を下し時々腹を下してしまう。時々そうか、ガソスタに食料なしと。やっぱみんなここに食料、あ、ダウンジャケット来た、ダウンジャケット来た。よし、これでダウンを取れるぞ。で、だいぶいいんじゃない。もう何取った、いやとかか。食料がないよ。あんまり遠く行くとあれだよね、死んじゃうよね。一旦こう帰りながら、鉱石拾ったから帰りながら石も砕いてって、石も砕きながら帰る。鉱石いっぱい。もうちょっとこれ雪国の食料問題についてもうちょっとなんかこう対策があってもいいんじゃない。そんなことない。このなんかない、あのブルーのカゴみたいのがあったらとってもいいんだけどな。ないか。これ帰れてる、帰れてるね。一旦ここで湧いて食料ここで買うっていうのは、あ、でも湧いたらそうか、所持してるものがゼロになるんだっけ。ってことは良くないか。良くないか。待って、食料ゼロなん、食料ゼロになった。とりあえず一旦帰るか。一旦帰ってまた来ます。一旦帰ってまた来ますだ。木をこっといて、ここら辺 木とか、木と石には困らないなぁ、多分。だからたまにあそこのガソスタに行って、多分あれさ、思ったけど同じ考えの持ち主、食料あそこでっていう持ち、あの、家の人が、多分食料だけ持ってっちゃった気はするんだよな。ママと食料系だけピクルスしか残ってなかった。ピクルスお腹ちょっと壊しても大丈夫なもんなの？ダメ？でもお馬さんの餌だもんな。お馬さん買ってどっかいないかな。木は何本あってもいい、木は何本あってもいいよ。やばい、クマゴロウすらいなくなっちゃった。クマゴロウすらいなくなっちゃった。この食料問題がやばいな。これ死んじゃうかな。一旦そうだ、一旦帰ろうって言ったのにこんなことしてた。一旦、あれ？お家は、あれ？お家どうやって行くんだっけ？こっちからか。あれ？お家どうやって行く？あ、お家あったあったあった。お家お家。ここで狩りしたら怒られたから、これ何の干渉してるんだろう？狩りしちゃいけない、いけないやつ。ただまだ、お腹ペコペコだとは出ないから、まあまあまあ。まあまあまあですけど、一旦食料を買いに行くっていう手もありっちゃありよね。待って待って、あ、これ消していけばよかった。まあ、いっか。そっか。これ。
こうして木を入れて、木入れて、とにかく鉄をまずはね、まずは鉄夫さんをいっぱい、もう一個暖炉じゃねえや、かまどをここにもうちょっと並べたいもんだね。かまど、提出がまだ、あと一個作れるか。あと一個作れる。で、箱ももう一個作ろう。で、暖炉一旦こっちか。で、ここに、かまどをこう並べて、で、まあ、ここに一個、提出一旦しまって、あれも、あ、違う違う、なんか、なんだっけな、ちょっと整理整頓がなってないね、これね、よくないね。木こんないらんのよね、にゃ。して、こうして。まあ、いっか、こうで。こうで。で、かまどができたから、かまどをもう一個、ほら、この壁沿いに全部並べるか。ちょっと。木入れて、どんどん焼いていこう。まず、こうで。で、ここに、これを、こっち側にこう、できないか。ここに、間に入る。いけそうじゃない？よし、いけた。いいんじゃない？よくない？これ。まあ、いいか。木をここに、一旦全部入れます。燃やす系をここに入れといて、で、こっちにまだ燃やす系ある？燃やす系はないか。一旦ね、一旦ちょっとぐっちゃぐちゃだけど、まあ、あ、木があるな。木をここで、なんだかんだでこれまだ全然足りないもんね、多分。あと何が、ワークベンチって、何が必要なんだっけ？ワークベンチ。2じゃなくて1がないのに、なんで2を推奨してくんの？これ3か？あれ？これか。木材、スクラップってあったっけ？あ、37しかない。いや、あるな。スクラップと、金属片。金属片を今作ってて、待って、わかんなくなっちゃった。金属片と木材。木材、金属片。金属片こんだけあればいいか。で、作れるかな？あ、リサーチテーブルも作れる。ワークベンチ。リペアベンチもし。まあ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 、取りまこれでしょ。で、一旦しまっといてと。木材もしまっといてと。いや、これをこっちに入れちゃっていいか。どんどん焼いててもらって、で、あったかいから、あったかいと快適度が、すごい、快適度 75%。すごい。で、ね。で、できた。で、2階を作ったから、2階のところに、ちょっと手狭だけど、ちょっと、ここに、ない、ん？あ、起きた。何その時間差。こうすることによって
いろいろなものが作れるようになってるはず。で、何をするんだっけ？食いもんか。食いもんをどうするかだな。ちょっと出かけてくるか。まだ明るいよね。ちょっとこれだけ消して。消して。で、出かけよう。出かける。食料調達しに出かける。私は、食料を、こっちだ。よし。スーパーだ、スーパー。スーパー行こう、スーパー。スーパーにあるでしょ、ちょっとは、食料。ここは、でっかいあれはないけど、なんていうの？アークティックベースとか、ちょっとかっこよさそうなのがある。かっこよさそうなだけか。かっこよさそうなだけで。あれか。寒すぎる。でもジャケット着てるからだいぶいいね。ナイスジャケット。スーパーによって、スーパーで、なんとか硫黄の採掘場なんてあるよ。兵士はいないでほしい。しないでほしい。出た！ラグ。クマじゃないよ。クマじゃない。普通のラグ。スーパーって、使った。スーパーってさ、あれ、なんだっけ？リサイクラーあるんだっけ？もう取れた？取れた、今。何かが。裁縫道具は取れてない。あれ、どこ行った？あれ、裁縫道具どこ行った？あれ？消えるっていう仕様もあるね。消えちゃうっていう。今、スーパーに向かってんだよね。道沿いを行こうか。何かあるかもしれない道沿い。ないな。あそこだけか。お馬さんもどっかにいないかな、お馬さん。ピクルスはいっぱいあるよ、うち。今、いっぱいでもないけど、ピクルスはあるよ。お馬さん用のピクルス。誰もいないな。スーパーまでまっしぐらだ。この道沿いで兵士がたまにさ、うろうろしてるのがすごい怖いんだよね。急にあの人たちさ、振り向きざまに撃ってくんじゃん。なんか。向きざまに撃ってく。あ、ここら辺石が。ちょっとこれ。ちょいちょいちょい。お腹が減ってきた。そろそろ空腹だって言うんじゃない？ゲームに空腹だよって言われるんじゃない？あそこか、スーパー。スーパー、スーパーあった。お願い、食料を残しといておくなまし。食料あれ。でも先客がいるかもしれないな。あ、でもこのカゴは、このカゴは、食料なのではないかい？食料！やった！食料！食料来た！食料来た！こういうのも取って、食料、もうちょっと食料ください。食料。食料？食料？え？食料？嘘だろ？あった！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 ちょっとラグいですね。これ違う？あ、食料、食料！食料、食料。ピクルス。出た、ピクルス。殿下の音、ピクルス。もうない。あった。薬いっぱいあるね。この、1個ぐらい取っといた方がいいのか。なんかいい物資。来た。ライフルボディ。ライフルボディ来た。グリーンカードキー。グリーンカードキーが残ってるってことは、ここまだ誰も来てない。よし、ジャケットも来た。よしよし、いいぞ。で、リサイクルできるやつ。リサイクルできるやつ。あったあったあった。それで、一旦こういうのもリサイクル。これは食って、これもリサイクル、リサイクル、リサイクル、リサイクル。
結局食わないと裁縫道具残しといて、バネも残しといて、走路看板もね、なんかいる？ちょっと待って、獣の音がしたんだけど、足音。違う？もう獣の足音した気がしたんだけど、気のせい。全然お腹空いてる、まだ。でも一応お腹いっぱいにはなったけど、これからのことがあるからね。これからのこと、リンゴとこれか。どうするかな。もうちょっと。まあ、スーパーに来ればあるっちゃある。あるっちゃあるけど。うわ、出た、出た。今のはクマじゃない？よし、クマ来た。クママット、クママット来た、クママット。クママット来ました。ちょっともう一回、もう一回リサイクルアゲイン。リサイクルアゲインして。クラゲン、クママット来た。これは大事。このラグとこれは大事です。よし。これで一旦帰る？いや、帰るか？ちょっと待って。どっか狩りできそうな場所はないか？てか、動物がいないか？っちは帰る方向ではないけど、とりあえずこの石を削って、アウトポストっていうところ、セーフゾーンのアウトポストっていうところまで行って、食料買う？それが安牌かな。食料買うが安牌かな。どう思いますか？うわ、まぶしいね。ごめんなさい。まぶしいですね。いないもんね。ちょ、ここら辺か。ああ、でも、欲張るといいことないから、ここの石をちょっと削って、まあスーパーがあっただけありがたいか。また何分かすれば同じように食料が湧いてくれるのかな。だとしたら、まあまあいいんだけども、あ、ここら辺もいっぱい。大丈夫かな、ここ。人的にそんなに脅威はいない？あれ、クマグロもいなくなっちゃったなぁ。まあ、やれないけどね、ちょっとクマゴロ怖くて。もうやられてるから、何度か。家はこっちだよね。家はこっちだ。あ、家はどっち？あ、あっちか。こっち側の反対に来たのか、これ。そういうことね。見えてる、対岸に来たのね。でも今のうちにいっぱいここも鉄が湧いてるからやっといて、で、せこせこ、この石を焼こう。おっきいかまどとかも置いてみたいけどね。違うか。獣じゃないか。このまま向こうに帰りがてら、もうちょっと石を取って。え？足音した。え？
あれガソスターだもんね。あれガソスター。ガソスターで、こっち、あ、いけるいける。こっちもいけるじゃん。大丈夫だよね。いないね。今、鉄鉱石、いっぱい鉄鉱石と、あとスクラップも、スクラップももうないとさ、ワークベンチ2までいけない。スクラップいっぱい欲しいな。いや、それみんなそうか。スクラップみんないっぱい欲しいよな。そりゃな。そりゃそうだ。スモールオイルリグとかも、そういう、なんか攻略する兵士たちがこう守ってるところ攻略して武器をいっぱい取るようなところにもう行ってる人がいるんだね。すごいな。どうやって登る？今来たところから登れる？あそこの2個残しとか。あれ、ここ人来てないなって思わせるためにあの2個残しとか。もうお腹減ってきた。そうでもないか。大丈夫か。お腹はまあ大丈夫か。まあまあいいね。え？結構、いっぱいになって、なんでだ？ラグマットとかあるからか。いやー。食料庫みたいな。食料あったりしない？あったりしない？こんなとこに。あった！来た。一旦どれいらない？え、迷う。一旦これいらないか。今は食料が大事だよね。ほんで。まあ、一旦こうでしょ？とりあえず帰ろう。ちょっと食料はゲットできたから、それで帰ろう。この道路沿いもいいけど、兵士がいたり、お馬さんがいたらなぁ、ほんといいんだけどなぁ。お馬さんいないかなぁ。ふといるときあるよね。あれ、お馬さんっていうときあるんだよな。で、痛くはない。痛くはないけど痛いって言ってた。やべ、胃腰湧き放題。胃腰を取ってないから胃腰が湧き放題。あ、もう一応見るか。一応見て。あ、来た。これ欲しい。一旦リンゴを食って、で、こう、テイスもちょっと欲しい。一旦ツナ缶食べて、こうだな。で、こっち側にもなんかある。これ食料？うわ、水のペットボトルだけか。ペットボトルだけいらない。一旦戻ろう。ちょっとは食料を得れたから。これ、やっぱ、出かけると食料は一応ゲットできる。ああ、お家見えてきた。お家見えてきた。これは、こっちから行くんだっけ。よいしょ。お家に持って帰ろう。ちょっとの食料だけど。大事だよ。あと、狩りもしたい。狩りをしに行ったのに動物がいなかった。やっぱ愛護団体の問題かな。でもなんか、こんなこと言っちゃいけない。愛護団体の人たちは豚肉とか食べないのかな？それはまた別か。牛肉とか豚肉とか鶏肉とか。またそれは別のお話か。そういうことじゃないのか。食べるために取るのはいける、乱獲はいけないよっていう。本当はさ、これさ、だからこっちの外側にもう位置広げたかったんだけど、それができない。できなくなっちゃった。設計ミスにより。あ、夕方になってきた。夕方になってきた。危ない。夕方危ない。夕方危ないよ。これさ、低質燃料今ゲットできたからさ、もう一個、あ、もう一個作れるんじゃない？かまど。何が足りない？木材。木材なんかいっぱいあるよ。ちょっとじゃあ、一旦ここに。待って、木材？あ？一旦これつけようか。つけて、快適度アップして、これ 75% になる。で、マットたちを、こっち側にもつけれないから、まずこれさ、下とかに置いたらさ、あれ置けなくなる？かまどとか。
まあ置けなくなったら嫌だからここにしとこう。で、上に、ここでいいか。玄関。ちょっと気に食わないけど、まあ、いいとしよう。いいとしよう。で、かまどがも作れんだよね。で、木材が足りない。かまど作るには木材が足りなかったから、木材をこうして、かまどもう一個作る。で、ティスネリは3になっちゃった。3だけになっちゃったけど、食料がちょっとゲットできたのはでかいかも。食料系。食料系の箱はもう一個作るか。食料系上の、ちょっと箱作れるんだっけ私。もう一個ぐらい。あ、まあ、かまどができた。忙しいな。かまどができた。かまどを一旦置くでしょ。で、こうして、間違えた。こうして、こうして。こことかにも、ああでも全然まだ一旦拾っといて木材やっぱこれ絶対木すぐ足りなくなる。これ木絶対すぐ足りなくなる。もして。あ、ここにはこう、ちょっと入れさせていただこう。入れさせていただいて。ここにも一旦入れさせていただいちゃうか。入れさせていただいちゃっといて。もう入れさせていただいちゃっといて。入るか。満タンに入れちゃおうか。これで全部入った。一旦入ったね。一旦入った。で、暗い。暗いから、これで電気つけて。で、何をしようとしたんだっけ？あ、そうだ。箱を作る。これを作る。で、リペアベンチも作りたい。リペアベンチも作る。あ、ワークベンチ1か。そっか。あれ、ワークベンチ1って作ってないんだっけ、まだ。あ、作ったよね。上に行かないと無理か。上に行かないと無理という罠。ワークベンチで、リペアベンチを作って、で、ペアベンチを、ここに1、2、3って、リペアベンチここに置けるか。いや、ここ、ペアベンチ。ここでいいか。いや、ここでいいか。ペアベンチをどこに置くか。これ、暗い時にやんない方がいいよね。ペアベンチこっち向きにこう置きたいな。ここにちょっとやってみるか。どう？置けた？ちゃんと。あ、まあいいんじゃない？いいんじゃない？まあいいんじゃない？で、一旦ここに入れられるものを入れて、こうして炭的な木炭はここに一旦こう、違うこうで、石もこうで、木炭一旦ここか。一旦鉄は一旦こっちにしまって、多分そのうち
鉄で強化するから、私は強化を頑張ってするから。食料一旦こっちに、ピクルス、ピクルスここに、まあ、ピクルスいっぱいでしょ、なぜかピクルスいっぱいで、一旦この服とかもこうしてこうして、あ、ここにあれが入ってる、こうですね、こうですね、でこうです、でこうです。これはあれか、低質燃料でやるやつ、チェーンソーだもんね。ということはチェーンソーが今まだない、あ、低質が今ないから困るな。ほら見て、ジャックハンマー、ワークベンチで補給、ワークベンチで補給、ん、弱点を狙う素早く攻撃を入手することができる。ワークベンチで補給できる、補給ってどういうこと、補強じゃない、補給、言葉合ってる、それで合ってるか、合ってるか。で、次にすることは、ワークベンチ1が作った、で、あ、そうか、このここに、上に、いや、ここに、ここに置いちゃ、いやーちょっと見えないな、やっぱ見えないから、これ昼にやろう。ほら、ベッドを置いてるの、あれじゃなくて、ちょっとさ、これさ、継ぎはぎだけどさ、古いベッドってさ、絶対使いたくないね。で、ハートマークがついてんの、これ、枕のとこに。これさ、あれだよね、枕が長いからさ、シングルベッドだけどさ、これ二人で寝てる、寝てたやつみたいなこと？それかなんか子供の、子供が寝てたベッドなんかな、これ。例えば、アメリカの子供たちってさ、このベッドの下にお化けがいるみたいなあって、なんかスプレーかけてなんかお母さんとかに退治してもらうんですよね。そういう文化がありますよね。どうでもいいか。どうでもいいか、この話。ごめんなさい。そういうこと言ってるから、まさるこの話、無駄な話しないでくださいって前怒られたことあるんで。ゲーム中に無駄な話が多いと思います。言われたことがある。なので、そう、気をつけなきゃいけないね。ついついなんかさ、なんかちょっと、何の気なしにこう言った話ね、しちゃうみたいな。そういうとこありますよね。またキーがね、足りない。ここにも、ここにもさ、かまど置くとしたらさ、この人やっぱ邪魔になる。今、定数ないから置けないけど、どうせ。やばい、快適度がやばい。75%。これ90、100% とかにするには、まだ何が足りないんだ。何が足りないだろうね。あ、リペアベンチ作ったんだから、この、これをちょっと直そうかな。せっかくだから。これを直す。あ、木材がないか。木材も必要なんだ。木材。よし。これ直しとく？よし。よし、完璧。ちょっと待って、もうドンって落としてない？なんかもうドカーンって落としてんだけど、物騒なんだけど。ほら、あれ？これ、これリアル？リアルな爆発音。マザルコのうちの周りで落としてるわけじゃないよね。え、ちょっと物騒じゃない？見に行く勇気ないけど、さすがに。さすがに見に行く勇気はないけれど、あと必要なもの、リペアテーブル、あ、これか、ミキシングテーブルとかも欲しいか。なんかこういう石壁とかも作ってみたいな。1500も必要なの？そのウォーターキャッチャーある、どっかに置かないとな。
まあ、ここはやられるかもしれないと思っていた方がいいよね。ほら、あの爆発音って何なんだろう？何の爆発音なんだろう？ロケットランチャーとか？ C4 と呼ばれる爆発物ですか？あれは。燃やさなきゃいけないものってもう全部入れたんだっけ？ここにまだいっぱい入ってんな。かまどもう一個欲しい。それか大きいかまど欲しい。全然木やっぱ足りなくなりそう、すぐ。木足りなくなるし、また木炭がいっぱいになるよね、きっと。明るくなってから外出よう。あと、この。ここに。ここに、あれ置いてもいいか。こうやって置いちゃってもいいのか。ここさ、一回 TC のところって囲んだ方がいいもんなの？ちょっとシャッターみたいなさ、作れるようになってなかったっけ？これってさ、ギアが必要なんだ。ギアってなかったっけ？ギア。あるじゃん。っていうことは、シャッター作れるんだ。シャッターってさ、これ、ベッドここに置こうかな。それかベッド2階にするかな。ベッド。ベッド2階。これって、ちょっと明るくなってきたか、うん、明るくなってきた。ベッドとかって移動できるの？ちょっと一旦こうして、ベッドは、フレンドに渡す。パブリックに誰でもこのベッドはダメでしょ。あ、やっぱこれあれか。できないのか。移動はできないんだ。移動はできない。ってことだよね。これでできないんだから。できない。できない。できなさそう。ここに、なんか、まあ、いっか。とりあえず木の箱を、ここは、どこに置こうかな。ここに、ドンって、ここに、ちょ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 、向きが。向きをここにさ、別に置いちゃってもいいわけだよね、暖炉。燃えないよね、暖炉。ちょっと曲がってんな。曲がってんな。ここに、別に邪魔じゃないよね。邪魔か？さすがに。こっちの方がいいか。いや、どうだ。ここ。ここに。いや、ここが一番邪魔だよな。木炭とかが増えることを考えると、上の階にの、ここに。ここ邪魔か、さすがに。いや、いいか。ここってどう？ここ登ったら邪魔？こうやって登るじゃん。あ、全然でも、すぐ開けるじゃん。じゃ、鍵をつけて、鍵をつけといて。ここに木炭入れるか。食料と木炭。いや、木炭、絶対木炭いっぱいになるから。ここに木、これ木炭入れにする？あれ木炭持ってない。木炭どこだ？木炭。絶対いっぱいになる予感だから。で、今のうちにもう木炭ちょっと取っといて。ここのも。取っといて。よいしょ。よし。食料も上でいっか。食料も上。食料っぽいやつ。食料っぽいやつ。食料っぽいやつも上にして。
いつか迎え入れる大間さんのためのピクルスね。これでももう一個増やして、こっちは木でしょ。ほんで私が今やるべきことは何？やるべきこと何？木を刈るのとスクラップ集め。道路行く、道路。あとあれか。結局食料か。結果食料行ってきます。結果の食料で、食料。あ、なに？ここになんか兵器の残骸だって。なにそれ、組に行ったらぶっ殺されるよね。見に行ったら殺される感じはする。これさ、ここで湧いて、ここら辺の周り、いやー、でも道具がないからダメか。道具がないからあんま良くないか。ちょっと見に行ってみる？道路沿いファームしながら、ちょっとちらーっとここ見に行ってみる。まあ、失ってもまた作ればいいもんね。で、帰りに木をこう、木こりをして、帰ってくる。こう、木こりし放題だから。で、低質燃料欲しいな。それ考えると、アウトポストっていうところまで行っちゃってもいい？これだ、さっきの。なになに？ちょっと。混ざる子も入れてよ。えい。あ、ギア大事。あ、ギア大事。あ、ギア大事。ガソスタには寄っていこう。食料問題があるから。ガソスタには寄ってって。え、なんか人の足音？違うか。お願い、食料ちょっとあって。ちょっと復活しててほしい、食料。食料ちょっとだけ、ちょっとだけ、食料、ちょっとだけ。ないです？食料は。これ全部食料であれ。ああ、違うんだよ。この中に、あ、ある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 。ある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 。ある。こんでだけかな？ちょっとぐるぐるしちゃってごめんなさい。これだけかな？こっちの下にもないかな？ないな。違うか。こっちの奥にもないかな？食料。ないです。ないです。ないです。グリーンカードキーってどこで使える？この付近。この付近で。これって車の部品よね。車の部品。もういらない。この間にちょっと下見てみよう。復活の儀。火薬。まだ私には必要のない火薬。ワークベンチ2を作るためにやっぱスクラップがどのぐらい必要なんだっけ？どのぐらい必要なんだっけな、スクラップ。違う、あれを見に行こうと思ったんだ。何がどうなったのか。野次馬すぎる？
ちょっと野次馬すぎるからちょっと怖いな。あの、そこの爆発させてた人たちがどこの人たちなのかにもよるけど、こっちが帰り道だったら、まつるくんやられちゃうんじゃない？まあ、やったところで美味しくないですけどね、私の体は。私の体は今なんも美味しくないですけどね。うわ、これ繋がってるよ。見に行ったら怒られるかな。あ、クロスボウ風情が。何をしに来た？いや、違うんです。何か音がしたから、あなた方のことが何か心配になって、何事？ん？あそこか、音があったの。あ、もうあれが、マークがなくなってる。ちょ、これ行かん方がいいか。素直に、道路で。道路行ったり来たり。ちょっと待って、道路行ったり来、こう、いやー、こう行ってく、こう行ってこい。あー、どうしたらいいんだっけ、マジで。ファームか。道路ファーム。ちょっと怖い。でも、ちょっと行こう。ちょっと行こう。だから好奇心がに勝てない。爆発音があったところに行ってみて、もしかしたら何かお残しがあるかもしれない。お残しが、空港のお残しが。うわ、ここら辺すごくない？石。死んじゃうかな、行ったら。いや、怖い。ちょっと怖いけど。ここだよね。そうだ。ここで爆発音があったんだ。わかんないね。近づいていいもんかどうか。ちょっと停止ねえよ。ここでファームしてたら、なんだあいつってなるか。なってしまう。ちょっと待って。怖いけど、ちょっと遠目から見る分にはいいでしょ。許してくれるでしょ。遠目から何があったのか見たい。あ、ちょっと待って、人いる。あ、違うか。自分の足音か。ちょっと怖いけど、興味が、やばい。特に人がいるわけじゃないの、ここって。なんか、もうそろ、人いたら撃たれててもいいよね。ここに人いなす。あ、クマいる。クマいるけど、クマだけ？特に何がどうっていう。ちょっと待って。クマさんはやる？人いなそうだけど。だって爆発音があったのって、ここはついてたよね。ってことはこっちは裏側なのか？爆発音があったやつの。そういうことか。ちょっと、あの、クマさん、あの、こんな矢では倒れないんだろうけど、ちょっと、食料問題が久しぶりに、クマさん、でもこれやられるよなぁ。死んじゃうよなぁ。ちょっと上から撃ち下ろす分には、いいか。あ、逃げちゃうのか。そりゃそうか。そりゃそうだよね。から先見に行く勇気が出てこない。近づいても撃たれなそう。ちょっとあのクマを狩りますよの雰囲気で行
ってみるか。クマを狩るだけですよの雰囲気で。クマさんを狩るだけですよの空気感で。あれ、どこ行った？あ、どこ行った？ちょっと一番怖い、これ。どこ行ったのかわからんのが。え、どこ行った？クマさん。クマゴロ？あれ、クマゴロどこ行った？マジで。クマゴロがいない。あ、そこに、あそこに動物発見。動物発見、動物発見。あれはクマじゃない。え、クマか。いや、ちょっと待って。距離を取ろう、距離を。こっち大丈夫？今なんか落とした？なんでない？あれ、クマゴロか。クマゴロ強いんだろうな。強いんだろうなっていうか強いんですよね。さっきのクマゴロか、あれ。にしても、動物いな。あ、人が住んでる。あ、マザルゴが舞い立ってたようなところに。逃げるよな、そうだよな。やっぱ考えることは一緒。ここにもほら、立ってますね。家が。ちょっと、ここら辺、ここら辺から覗けば何があったか見えるんじゃない？そこの熊五郎か。熊五郎、あれを追って追ってみる。追ってみた感じで、この家の人が逃げちゃうのか。逃げるんか。そりゃそうか。逃げるか。クマを追っかけてるだけですよの雰囲気を出しながら、人はもういない。帰っちゃったのかな。帰っちゃった感じ。いない感じ。あ、食料、これ罠か。ラグいのも罠か。これちょっと好奇心ありすぎ？やばいこれ。どっから入んのこれ。入るところがまずない。うわ、いる、なんかいる、なんかいる、なんかいる。まずまずまず。すっごい撃ってる、すっごい撃ってる。ごめんなさい。帰ろう。帰ろう。帰ろう、帰ろう。ダメだ。あんな音が、あんな音がしちゃっちゃダメだ。無理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 。嫌では無理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 。危ない。あのまま入ってたら、ひとたまりもなかったんじゃない。あー、すごい。こんなさ、一日まだ経ったぐらいであんな文明が進化する。一人でやってるんじゃないのか、きっと。ちょ、食料だけちょっとゲットして。食料だけ横取りさせていただきました。そのぐらいはちょっと許していただきたい。ちょっとね。うわー、一旦逃げ。追ってくるかもしれないね。そんなことない。逃げちゃったかな。
これ白すぎてさ、白クマ、雪のところの白クマも白すぎて、どこがどういったのか全くわからんのよ。全くわからん。よし、この道沿いを静かに帰ろう。これ逃げ帰ってきたわけじゃないですからね。別に。そんな興味ないかもって思っただけですから。拾えた？たまに拾えないのに消えちゃうのもったいない。もったいない。で、ガソスタよって。ガソスタよって。で、家の周りの鉱石よって。木掘って。てか、さすがにガソスタさっき寄ったばっか、あ、でもあれか。あれをすんだ。リサイクルをすんだ。でさ、あのさ、これは飛行場だよね、まだね、音ね。こっちに来てるわけじゃないよね。あそこか、もうすぐそこなのか。近いから音がすごい響いてる。こういうのも布にしちゃう？いや、まだいいか。製油所も欲しい。製油所を作るために、なんで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 、ちょっと何も持ってないって、ちょっと、やべえ、ろくでなしに倒された。まあでも何にもほとんど持ってると、ベッドで巻けばいいんだよね。うわ、こいつ食料食ってやがる。私の食料、まあ、そんなに美味しくないはず。何も持ってなくてよかった、銃とか。ね、ほんと嫌なやつ。食料はでもちょっとあるもんね。服もこれがあるもんね。起きちゃうもんね。ズボンもあるもんね。よし。完璧。ほんで、食料を食うか。ウォーターサーバーどっかに置いた方がいいなぁ、これなぁ。あれ？なんか。ああ。入れて。そして入れて、あ、間違えた、ここか。よし、いいですよ、いいですよ、いいですよ。で、クロスボウをまた作りたいから、クロスボウ作るにはロープと、なんだっけ、木材も必要だったっけ。クロスボウ、ワークベンチが必要。はい、すいませんでした。あ、で、あれだ。常勤もちょっと。で、これを作るでしょ。で、これ。これが大事。トーチを作る。あとは、そうね、ここら辺は持ってたかな。どうだっけ持ってたっけ。持ってはないか。これってさ、なんだっけ、たくさんの物資を回収できるの。鉄道の入れは振りは遅い。あんまりこれ良くないけど、これを一個持っとくか。申し訳な程度に取っとくか。記念にね。記念に取っといて。ね。
水飲ん、いやー、一回ここで死んじゃっても今である。食料、あいつマジで。これそば作ったから、ちょちょちょ。あ、これ、食料系上なんだっけ？上に持ってったんだっけ？あ、そっか、ここに持ってったから、ここ、ちょっと一旦置いといて。で、あれか。石とこれで、矢を作るんだ。矢を製造。ああ、ミキシングテーブル今んとこでもいらないか。ペーパーベンチ作ったよね。で、このさ、ピッケル、普通のこのピッケルよりもさ、すごいやつってあるんだっけ？じゃあ、ピッケルよりも、鉄ピッケルよりもすごいピッケルみたいなのってあんだっけ？ないか。これが最強か？これとこれってどっちが？あ、道路看板ないのか。まあ、こっちの方が、これと、これか、作るか。あ、違う違う、作るんだから、こっち。作るかで、これを、これと、これを作っとくと。で、これも作っとくか。いや、これはいいか。これはあんだよね。これ、要するに、近接武器。何これ？あ、違う違う違う。これ、違う違う違う。これ普通に、たくさんの物資を回収できるの。たくさんの物資を回収できるの？これ。普通のよりも。そういうこと？そういうことではない。あ、キーない。キー買ってくるか。飯食う？またご飯問題発生してきた。飯食って。ああ、水分も飲まない。ちょっとウォーターキャッチ置いちゃう。あ、ちょっと置く前にだ。置く前に。ちょっと待って。違うんだ。一旦、ちょっと待って。これだけ持って。ちょっと待って。一旦こっちに分かりやすく入れとくか。あ、で、そうか。木がないと。で、一旦ちょっと、建築。これさ、この土台。なんで？どんどんこっち来るんだけど。え？なんで当たんないの？ダメだ。全然当たんない。でもクマいたでしょ？
コン増やせられないんだよね。あ、できそう？ちょっとやってみる。ここはいける？ここはいけ、ここもいけるじゃん。ここは？こっち側がいけ、あ、いける？いけるのか？四角は無理だけど、四角は無理。ここはいけるのに。ちょっと一旦やってみていい？ここはいけないの？ここいけんのか。こういけて。ここもいけんの？いける。あれ、いける？あ、ここがダメか。ここがダメか。はあ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 、そういう感じね。一旦でもこう、ちょっとやってみる。ほうほうほう、囲めたんじゃない？ちょっとは。ここが問題だけど、ここだけちょっと変な感じだけど。ほん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 。ほんほんほん。ほんで、あ、ここにウォーターキャッチャーで置けないかな。一旦囲んでみて。ほん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 。ちょっと待って、ここがこういけて、あ、ここがダメか。あ、こういけんのか。なんかすごい作りだなって感じだけど、これはこ、どっちだ？こっちか。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 で、ここも、こうする。なんか変な感じになってきたんじゃない？なんか変な感じでいいんじゃない？これ。これ囲むんよ。あ、木がない。これ絶対木がないやつ。なんで木がないやつ、これ。絶対木がないやつ。あれ？どこだ？入り口。あ、ここか。なんだこの家。あれ、木戸は1個あったよね。よしよし、木戸は1個あって。で、木が足りないね。木がなくなったんだね。木が、やばい、木やばい、木やばい。まあまあまあいいか。で、クラフト、鍵を2個作って、で、金属、金属片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 で、これドアできるでしょ？一個ドア。ドアドア。よしよし、ドアできる。いいんじゃない？いいんじゃない？あ、もう一個。もう一個。鉄ドア。なんか鉄ドア作って。で、鍵がもう一個必要。鍵をもう一個作って。で、この意味わからん。意味わからんこの感じがいいんですよ。意味わからんこの感じ。
これはどっちにつければいいんだっけ。ほうが、ほうが、で、で、開いて、閉じて、ほうだ、ほうだ。なんだこの家は。え、ドアは？ドアまだできない？よし、ドアできた？できたね。こうです。で、ここにも、ちょっと待って、ここにももう一個意味わからんドアつけてで、もうドアつけれる。よし、ドア作れる。よし。で、ここ鍵つけてないよね、まだね。鍵をつける。で、今ドア作ってるから、その間に待って、ここがどういう感じ？ちょっと待って。ここが、こう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 、ちょっと一旦これで、部屋の中入って、これ一回このさ、なんか中庭的な、中庭的なこと、デザイン性を、この、やる感じ？大きな拠点と見せかけて、実は中庭がある。素晴らしくないですか？素晴らしい。で、これで、一旦上閉じるか。一旦閉じた方がいいよね。閉じていった方がいいよね。閉じれる？果たして。ここは？ん？どういう感じだっけ？あ？どういう感じこれ？どういう感じだっけ？ちょっと待って、これ。これは？わかったわかった。これは、ここから、この下に合わせればいいんだ。下と、わかったわかった。だから、ちょっと待って、考えてる。今考えてるから。あー、わかったわかった。あれ？わかってないや。わかんな、やっぱわかってないや。こうして、とりあえずこうして、で、下の感じに合わせる。こうでいいのか。こうで、ここが、こうで、こうで、で、待って、ドアができた。ドアができたから、こうして、よし。で、もう一個、鍵か。鍵をつけて、暗くなる前に上だけ閉じたいな。あれがなくなりそう。木がなくなりそう。木がなくなりそうだから一旦帰って。あれ、どこだ？あ、ここか。わからんくなるわ。で、木を、あ、木がない。まずい、木がない。石もない。いや、結
か、ちょっと待ってよ。ちょっと待てよ。しこち。今さ、これ99。金属いっぱいしてんだから、一気に、違うな。ちょっと待って、違うな。暗くなる前に、上を閉じたいんだから、閉じたいんだから、これ上閉じれる？このままで。あ、閉じれる。下と一緒にしないとね。ん？ん？なんで？何？何？え？ラインオブサインバックブラックロック何それ？何それ？何その、その。ここはこれでいい？ここいけんの？え？え？え？いけるじゃん。あ、いけていける。いけて。むずいな。あー。マジ、ここ登れないことによってちょっと弊害出てきた。ここまで、あれ？ここまで閉じれてるけど、あ、できた、できた。で、このあと三角、違う、こっちだ、こうだ。三角、三角ゾーン、ここもいいんだよね、三角で、もう一個三角か、これいけるか、いけるぞ。で、四角か。で、ここも三角。何？ too far でもなくない？さっきできたじゃん。ここは四角で、だから四角、先にここ四角、いけるよ。で、かまど。暗くなっちゃうって。ちょっと待って、かまど一個回収していくよ。かまどをちょっと一個回収。かまど一個回収。全部消えてる。かまどこれ、ちょっと一個回収。どう？こうか。これか。ちょ。ピックアップして。ピックアップ。で、これを、ここあたりか。かまど、このあたりか。どうだ？このあたりでいいか。このあたりで、こうして、こうする。お、きょ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 。で、こうして、違う、こうして、まずこっちじゃない？まずこっち。え？あ、いけた。で、こう。で、ここが三角。三角、四角。で、下見て。見え。で、三角。ここは四角、三角でいいのか。あ、三角。
よし、閉じた。よしよし、夜になる前に閉じれた。で、ここら辺、一旦、ここどう？ここは、こうして、ね、ハッチってどうやったらつけれんの？枠があったらいける？なんかここ一旦ちょっと、一旦ちょっとこうしといて、で、すごい野望としてはこれ全部外を金属で固めたい。木は、木ちょっと足りなくなるか。なんでこんな木使ってんだ。あ、そっか。今。ちぇ。やけ起こさないの、そうやって。これさ、金属これ全部かき集めたら、全部さ、鉄板にできない？外側。ちょっとやってみたい。鉄板に。そうすることによってすごい強い家に、家の出来上がりじゃない？すごい強い家の。この入り口何？あ、あれか。まずだから、この入り口とやらを、どこをどう強化すればいいかよくわかんないけど、あ、え、なんで？ひどいことしてるこの人。さっきの人だ。こいつマジでろくでなしなんだけど、ジャックハンマーでやられてるんですけど私。外にいる？さすがに壊してこないよね。これさ、あ、間違えた。これ外で出待ちしてるじゃん、きっと。こっちから行くか。絶対出待ちしてるよね。こっちで湧いて、様子見て中入ろうか。絶対いるもんな。寒すぎて死ぬ。ちょ、快適度上げていかないと、ここにいて。あんな建築してる人をさ、狩るとかある？ひどくない？ひどいよね。このデザイナーズ一軒家に、デザイナーズ一軒家を建ててたのに。ちょっとこれ回復するまで待って。ちょっと外出るの怖いけど、ちょっと今回はここまでにしたいかな、したいと思います。次回こっから、ちょっと回復したら外見に行って、だからこの迷宮何なんだここってなってる可能性はあるよね。しかも多分出待ちしてると思うんだよな、あの人。でもね、もしかしたら、だからこっち側から湧いてこう行くかも。それか、もうクマに襲われちまえばいいんだ、あんなやつ。ここクマいっぱいいるんだから。これオープンチャットじゃないよね。違うよね、大丈夫だよね。聞こえてるわけじゃないよね。まあ、やられたらやられたで。
でもこれを壊すだけの技術はない。いや、でもあれか、ロケランとかなんか手法とかぶっ放してたのあの人か。だとしたらこの拠点はもう終わったかもしれない。ということで、まあご視聴ありがとうございました。ちょっともう夜になっちゃうから、一回夜が明けるまで、ちょっとあと自分の回復もしないといけないから、回復待って。で、あいつこっから湧くと思ってんじゃん、多分。だから、で、出待ちしてる気がするから、そう、まだちょっと静かにしてよ。ということで、ご視聴ありがとうございました。くそ。次回。お楽しみに。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラー握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで、俺を。